こんにちは。こだわりルームツアーです。今回は自分のコレクションを主役にしたお部屋作りの参考になること間違いなし。お邪魔するのは千葉県在住福島たくみさんのアジトのような無駄を愛する雑多空間。お部屋の間取りは 1K の10畳、築年数は20年で家賃は65,000円。個性あふれるお部屋に早速お邪魔します。ドアを開けると玄関にはたくさんのステッカーやポスターが。一角には福島さんが大ファンだというアニメのフィギュアがずらり。あえて悪役を目立たせて飾っています。玄関を抜けると様々な雑貨がごった返す情報量の多い空間が。テレビの下のゾーンにも注目。ゲーム機や映画のグッズが所狭しと並べられています。実はこのグッズたち、配線やコンセントなど生活感のあるものを隠す役割も果たしているんだそうです。そしてお部屋の中で一段と目を引くのは非売品のソフトクリームの巨大オブジェ。室内にあるとすごい存在感ですね。他にも福島さんのお部屋には様々な巨大グッズが。ショッピングサイトで巨大と検索して購入したそうです。そして壁や服に唐草模様を取り入れ、お部屋の統一感を演出。こちらのロフトベッドはお部屋に空間の仕切りがないため設置したもの。キャラクターや企業ロゴが入った色とりどりの帽子たちを発見。カラフルな色合いがお部屋の雰囲気にぴったりです。そしてトイレにも強いこだわりが。壁一面の写真がレトロな雰囲気を感じさせます。こんなところにも写真が。最後に福島さんこだわりのバイクを紹介。一見自転車に見えますが、れっきとしたバイク。自分で組み立てた思い入れのあるバイクなんだそうです。こちらのお部屋に住む福島さんの1ヶ月の出費のグラフはこちら。生活費をうまくコントロールして趣味にお金をかけているそうです。今回のこだわりルームツアーはこれにて終了。物が多い空間の見せ方がとても素敵でしたね。